どうも、海作です。どうも、夢作です。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけどもね、なんと海作グッズ第3弾が動き出しました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、実はもう横には、はい、もうね、おしゃれの匂い、おしゃれな匂いがものすごいしてんのよ。なんて言うんだろうね、まあ、聞こえ悪いかもしれないですけど、はい、サイバー臭って俺は聞こえ悪いなどうもお二人、ありがとうございます。よろしくお願いします。もういつもお世話になっているんですけど、グッズ展開すいません、よろしくお願いします。いや、実はですね、もう事前に一回 Zoom で会議はがっつりしてるんですよ、うん、で、大まかな流れは考えてまして、結構今回目玉商品があるんです、うん、そういうのもね、ちょっと紹介しながら、はい、というか2回目の打ち合わせになるんですけども、うん、ちょっとどんな流れでやっていくかっていうのを兼ねて打ち合わせも、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ早速いきましょうか、はい、まず最初がこちらですね。世界に限定7個カリサクオリジナルキューピー人形に。そうなのよ、うん、今回なんと嫁作がね、はい、ちょっとキューピー人形を作るのはどうなのかみたいな、カジサックとみたいな、こう提案いただきまして、それめっちゃええやんってなって、うん、でサイバーさんにちょっと相談したんですよ、うん、ただちょっといろいろね、そうなんですよ、うん、ちょっと価格だったりとか個数っていうところが見合わなくてですね。そうなの、やっぱりなんていうんだろうね、何万何十万個作るとやっぱり価格は抑えられるけど、うんうんうん、やっぱ少ない個数になってくるとっていうところ、そうなんです、これ残念だった、うん、だがしかしサイバーさんが動いたよ。はい、サイバーさん動くよ、はっきり言ってスピード感もすごいし、すごいですよね。で、結果、結果ちょっと今回お持ち早速していただいて、これすごいよ、え、見てあらかわいいかわいい、いや、ちょっとさ、え、あの、でかすぎひん確かに、でかいね、だいぶでかいやろ、これでも、あれ、チャックあれ開くようになってんじゃない、え、かわいい、すげえ、めちゃくちゃかわいいな、これちょっといいですか、はい、でっか、ちょっと野菜取ってみ、これ立つんじゃない、うん、あ、立った、ほらすげえ、この感じよめちゃくちゃくちゃかわいい、ジャージ着たあるで、うん、背中見て、背中、あの、羽とか穴開いてるの、あ、ほんま羽、羽履いてる、羽出てる、ちゃんと、かわいい、すっごいわざわざ作ってくださった、ええー、これよ、めっちゃ可愛いね、まあ、当初嫁サックがこれいいなと思ったのはサイズこれぐらいやってんけど、うん、そう結果こうなった、可愛い、また赤ちゃん欲しなるんじゃんそうねでも この辺に飾りたいよね、あ、ほんまやね、うん、すごくない、すごい、これちょっとサイバーさんがこういうのいかがでしょうかって言ってくださいまして、うんうんうん、さらにですね、そのキューピー人形夜光るんですね、ええこの子光るんすか、蓄光になってます、わかっこいい、え、コンセントとかはないんすよ、そんなの、なんで蓄光型の、はい、こんな形で、あ、そういうことか、はい、あ、こうやってね、すごい、こう飾っといたら安崎さん怖いですねそうですね、夜中トイレ行こうとしたらこの子光ってるから光ってるカジサックいるんですよね、確かにですね、はい、実は棚が他にも、ありまして、はいはいはい、ちょっとここはお二人に選んでいただければなと思っております、はい、これも光るんですか、これも全部光ります、オレンジかわい、オレンジっていうかあのピンクの子かわいいかも、ピンクカジサックっぽくって色的にも、うん、これもしあれ販売するとするならば、はい、どれか一種類ってことですよね、ですね、今回限定7個にしようと思ってまして、あ、7個、はい、はいはい、すごく大きい商品ではあるのでそうですね、で7体に関しては好きな色を組み合わせていただいても大丈夫です、ああ、なるほど、これにしていただけるっていうことで、はい、あ、じゃあ2色でいいんじゃない、うん、これとこれで、うん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 、これだって絶対怖いですもんねこれ結構怖いですね、緑になるから、うん、ねえ、まあ可愛いですけどね、でもなんか、まあ、逆に2色レア7色なので1色1色だけとかいやでもこの子一体どうやろうね確かに俺余る感じするからでここにっていう結果ここに飾られるちょっと嬉しいですけどねあり得ると思うけど、どう、かわいい、うん、緑はちょっと怖いかも、うん、じゃあ4体3体とかにする、うんうんうん、それぐらいがいいかもしれないですね、うん、しました、じゃあピンクが4体で白い方が3体で、はい、はい、よろしくお願いします。ただやっぱりこれあれですか、結構確かにね、気になるのがすごい、だってこの生地とかもさ、うん、
めっちゃ似てるしさ、うん、すごい細かいよ。そうよね、一つ一つ手作りで、ね、値段いきます。ちょっと今回限定っていうところもあって、だって世界に7体しかないってことですね。そうです、ね、結構いきますか。価格結構かかってしまうかなと思ってます。なるほどね、まあ、でも最悪さ、はい、まあ、最悪うちのチームで買い取りますんで。あの記念商品的な感じで。そうね、そうですね、あのちょうど7人いるんですよ、うち。僕とね、安武、トンボ、はい、土橋、中野、常、ゆかこさん。本当だ、ちょうど、ちょうどだ、最悪僕ら買い取りますんで。視聴者さんも多分相当高くなると思うんで、あの無理なさらないでください、うん、最悪7体ここ並ぶと思うな。それがいいか、プレミアム企画商品として、はい、プレミアム企画、うん、楽しみたけど、はい、面白い、ありがとうございます、素晴らしい。第3弾オリジナル T シャツです。出ました、 T シャツ。おこれ第3弾でね、で今回はちょっとデザインをここで嫁サックにチェックしてもらいながら、はい、決めていきたいなと思っておりますけどもね、揃いましたね、はい、うん、今日はちなみにこっから3つぐらい選んで、はい、でちょっとあの楽屋、会社の楽屋だったりとか、うん、まあ、Twitter、Instagram ちょっと分かんないですけど、はい、いろいろ皆さんにちょっと意見も聞きながら決めていきたいなと思うんですけど、まずだからこっから3つね、はい、選ぶということですけども、うん、梅作どうですか。かわいいね。もう僕は一個ダントツで好きなのがあるんですけどね、僕はもうプライベートで俺はこれだったら着たいなっていう、僕はもう A2。 あ、 A2 いいね、わかる、 A2 めっちゃいい、 A2 俺めっちゃいい。これ後ろにね、石作家とかサックスとか書いてくれてね、うんうんうん、そうそうそう、プレイリストって言って、 A2 いいよね、 A2 いい、私 E も好き、 E、あ、いいね、うん、これも おしゃれな感じやね、おしゃれ、うんうんうん、これちょっとなんかあれね、大リーグみたいなことやね、うん、D はなんか野球チームみたいな感じやね、うん、B もかわいくない、 B、 あ、 B もシンプルでいいんじゃないですか、うんうん、B もシンプルでいいんじゃないですか、うん、これさ、うん、あのカンちゃんとかセンちゃんとかっていうのは、うん、ちゃんじゃなくてカンナセンリハルでいいかもね。あ、承知しました。 B ね、うん、もう B いっちゃう、いや、もしするんだったら、なるほど、うん、ちゃんじゃなくて名前でいいかもしれない。俺、そうね、そうか、それぞれ、あ、でもどうなんだろう、私たちの名前入ってるのいらないかな、難しいとこやな、難しいとこやな、うん、名前とかよりもなんか違うメッセージとかの方がいいのかな、うん、メッセージね、うん、このここの文字、これもでもまずこれ書くでしょう、 A2 と E、 うん、あと1個だね、これか、あ、うんうん、うん、手を置いてただけ。でもなんかバランス的にそうじゃないかなと思って、やっぱりこの辺ってさ、多分どれか1個やと思うの俺、 A1、ね、A2、A3、 それだったら A2 がやっぱ絶対ですよね、うん、だからもう A2 決まりですよ、1個は、はい、で、はい、嫁作が気に入ったこの E、はい、E も決定ですよ、はい、ってなってくるともうこれか、うん、このロゴ、カジサックか、うん、大リーグか、うん、この枠、ツイッターです。ちょっと今僕思ったんですけど、はい、例えば C あるじゃないですか、はい、C で、背中にこれ2つなんか枠があるじゃないですか、はい、これも1個にしちゃって、じゃあもうこれ相談になってくるんだけど、コロッケとかどうなのかな、お、そうそうそう、なんかね、視聴者さんからコメントも来てて、はい、何個かこうコロッケの T シャツとか欲しいみたいな、うんうん、まあこれもちろんトンボとリオちゃんにも相談なんだけど、うんうん、それありかもしれないですね、コロッケの寝てるとことか、うん、あ、あのね、ほんとちっちゃい時のコロッケの写真とかも可愛いよね、めっちゃ可愛い。コロッケはいつでも可愛いからね。それちょっと聞いてみてっていう感じで、はい、今日決定じゃなくてもいいですもんね、はい、だイメージだから A2E で C のコロッケ、 C ってコロッケのこうちゃんの、あ、そうかも。 K じゃないんだね、コロッケ C、 ごめん、これマジごめん、どうでもよかった。
ちょっととりあえずその3つで、はい、考えていきましょうか、はい、ちょっとトンボさんに聞いてみます、リオちゃんと。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして続いてが、はい、いつでもどこでも一緒に行けるカジサックマスコット。おい、マスコットでございますよ、はい、実はですね、うん、今あとユキキャッチャーのプラズ商品として販売されている商品を、はい、ちょっとここのショップ限定でヨメサク様にちょっと顔の変更を行っていただいたりとかで、そう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 、サンプルがこちらも完成しております。これ結構ね、うん、お声もあってね、うんうん、あのクレーンゲーム以外でも販売しないんですか、うんうんうん、みたいな、なんかない地域の方もね、そう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 、うん、全国とはいえない地域がね、うん、だから、うん、でこれですよ、はい、可愛らしい、これ、はい、ほらちょっとお顔を変えてみたの、これ嫁作が変えてくれてね、うん、そうそうそう、ちょっとしゃくれてるねしゃくれてるねでも可愛いよね。うん、可愛い。そしてこれ。可愛い。そう。クレーンゲームにはないやつだからね。うんうんうん、そう、クレーンゲームのこの子はこう酔ってしてないから。そうね、うん。いいんじゃないですか。うん。これを販売するという。うんうん。どうですか、イメージ通りですか。可愛い。いい感じですか。うん、可愛い可愛い。ちょっとしゃくれてる。あなたがデザインしたんだよ、ね、したした。え、いつも俺のことしゃくれてると思う思ってない。え、思ってない思ってない思ってるからこういうのが仕上がるんじゃないの。思ってないけど、ちょっと長くなっちゃった。これ横から見て分かるけど、顎一番出てるから前の本当だ本当だ本当だ。まあまあ、これもご愛嬌という、うん、あ、これタグが、あ、タグついてんね、これサック、UFO キャッチャーのやつと違うね、これもうね、あれには ねないから、うん、これ本当に限定ですよね、だからね、ほんとちゃんとグッズ感が出てる、これがあるからいいですね、はい、ありがとうございますありがとうございます。で、実はですね、はい、このパターンもお持ちしてまして、あ、出たクッションやん、はい、しかも形全然ちゃう、ほんとだ、ね、そう、オナシャスの形にしてくださいってお願いしたの。ええやんかいさ、うん、かわいい。で、裏もね、これ、うん、これですよ、みんな、ファミリー出た、が全員がいるっていう、うんうん、クッションも多かった、本当にあの、うん、クレーンゲーム以外で出してほしいって言ってね。で、もう一個お手玉ぬいぐるみ出ました、お手玉ぬいぐるみ、あー、かわいい。これね、手触りが全然違うやつ、うんうん、ちょっとお手玉みたいなね、うん、やつで、ちょっと待って、んちょっとしゃくれてるなしゃくれてるねこの子しゃくれてるね、この子一番しゃくれてるで笑ったらしゃくれんのかな可愛い、これまあこれもご愛嬌やな、可愛、うん、らしいでしょ、うん、このパターンもあると、うん、いうことですね、はい、最高じゃないでしょうか。さあ、続いて4つ目ですね、はい、はい、なんと大人気の嫁サックカレーが、お、再販決定、やったー、これも一番なんだった一番声多かった、うん、嬉しいです。前回もでもめちゃくちゃ数足りましたね、はい、でも完売して完売したすごい。でもこれね、自分で言うのもないけど、あれほんまにうまいから、うん、すごい、なんかほんとインスタとかにさ、うん、すっごい美味しい、これなくなっちゃうの悲しいとかって、そうそうそう、書いてくださってる方とかもいて、うん、嫁さっこのご実家のお父さんもすげえ買ってくれたらしい何セットで使ってくれたんだっけ。10個セット、お父さんが素敵やろ、うん、あれでこっちから渡すとかによって、ほんまにガチで買ってくれたよ、ありがたいよな、うん、再販、はい、再販で、そんな皆さんの、はい、声が多かったので、いやー嬉しい、素晴らしい、気持ちもするしね、あれ、うん、ありがとうございます、ありがとうございますっていう感じなんですけども、うん、あと1個あるんですよ、実は、うん、これも今回目玉だったりするんですが、うん、ちょっとまあサイバーさんとも話し合いながらね、うん、ちょっともうまあ一回ちょっとチラッと言ってるんですけど、はい、サックシ、はい、サックシのタレ、お、販売いたします。おえ決定、もう決定っていうことで、決定です、はい、もちろんサックシにももう伝えてあって、うん、OK もらってまして、できる限りもう工場っていうんですかね、うん、でサックシのタレ本当に近づけてもらって、うん、ほぼ同じレベルまでやってもらって販売するという形でやっていこうかなと思ってます、うん、もう何でも合うタレだから、うん、あれまあステーキ、動画ではステーキにかけてましたけども、うん、それ以外にも合うタレやったりするから、うん、もうサックシのタレを今回ついに、うん、ついにサックシがカジサックグッズになります。よかった。
よかったよね、うん、多分全力でやってくれると思うから、うん、まあどうやって作ってもらうかちょっといろいろ考えます。はい、なんかちょっと楽しいことしたいなと思って確かに せっかくだったらね、うんうん、その感じでやっていきたいなと思いますんで、うん、はい、いいですよねタレってね、絶対ね使いやすいですね、使いやすいですし、うん、でガチであれ美味しいから、うんうん、やっていこうかなと。だから以上ですかね今回の第3弾は、はい、この合計5個かな、うん、それでちょっと話を進めていきたいなと思います、はい、いや本当にいつも早い仕事ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとキューピーのデカさにはびっくりしましたあれはね、うん、スペシャルあれは、うん、記念品ということ で今後もねこの第3弾動いていきますんで、いつぐらいになりますかね。5月の半ばをめどに頑張れればなと。5月の半ばをめどに大発表で、うん、まあそれぞれのまだ値段とかも ねありますから、でも極力できるだけね、カジサック嫁サックとしてはできるだけ低価格でお届けしたいなと、うんうん、限界まで頑張る、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。